Hi everyone! Welcome to Glim's Spanky World! Glim's Spanky Radio, Instant Nation! Glim's Spanky Radio, Instant Nation!グリムスパンキーレディオインスタントネーションへようこそ。グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。ここはラジオをつけた途端現れる僕らの国、インスタントネーション。音楽の話はもちろんプライベートの話、マニアックな趣味の話などなど、グリムスパンキーの不思議な世界に皆様をご招待する番組です。はい、なんで笑ってんだよ。どうぞ。はい、先週に引き続き、ゲストを来てくださっております、ザ・ボーディーズのロイさんとタックスマンさんです。イエーイ。あ、もう今回はあれだね、入国審査免除なんだね。免除ですよ。入国してるからね。もう入国してる、もう一回入ってるから、うん、大丈夫です、ね。はい、じゃあ一応ご挨拶お願いします。はい、ザ・ボーディーズのボーカルベースロイです。イエーイ。ギターのタックスマンです。イエーイ。お願いします。ありがとうございます。いたします。私たちはこの前藤本さん、藤本邦彦さん、ビートルズ研究家のトークイベントに出てきたんですけど、ボーディーズお二人もジョージ・ハリスン「アイ・マイ・ミ・マイン」展のスペシャルイベントに出演したそうで。そうなんですよ。これは何ですか、トークショーなんですか。トークもしつつ、アコースティックでもね、曲歌わせてもらって、いやでもやっぱビートルズ好きな人ってやっぱすごい、やっぱ熱量がありますから、結構もうグッとした視線でずっと見られてるから、なんか異様な緊張感ありますね。品定めされているかのように、やっぱすごいマニアックな人たちばっかりだから下手なこと言えないし。だって多分全然詳しいから、俺らよりそのマニアックなことまで知ってるから、なんか不思議な感じだったね。でもすごい楽しかったけど。熱いですよね。愛がすごい深いですからね。まあ、やっぱそんだけ何年も経っても愛せるって本当にすごいことですよね。私たちもね、楽しかったよね。そう、楽しかった。アップリンクっていう映画館でトークショーしてきたんですけど、藤本さんっていうその研究家の方のお話にこうずっとメモ取りながら聞いてる女性の方がいたりとか、もうすごい前のめりになって腕組んで、もうほんと血眼で見てる人とか。もちろんなんかビートルズ大好きなんだけど、どっちかっていうとね、そのアメリカの特にブラックミュージックから来てるから、ビートルズたちが愛したルーツミュージックを同じように愛してる。だからもうほんと大先輩ですけども、ビートルズその同じね、音楽を愛する、ロックンロール愛する同士みたいな気持ちがやっぱ強いかなっていうのはありますね。なるほど。今日はザ・ボーディーズのロイさんとタックスマンと一緒に、このコーナーをお送りしていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。ザ・ボーディーズの知ってる世界。イエーイ。おお、いいね。なんか可愛い、可愛いタイトルコール。そうだね。なんかね、なんか2人で可愛いのもいけんのよ。結構いろいろできるんだ。幅広いね。そうそうそう。すごいね。何でもできるから。はい。いつもはですね、グリムスパンキーが好きなことを自由に話すコーナーで、いつもは松尾の知ってる世界とか、ひろきの知ってる世界ってことで、例えばなんかそのサッカーが好きなんで、亀はサッカーが好きなんでサッカーの話をしたりとか、あとコスメが私好きなんでコスメの話をしたりとか、いろいろそういう話を、はい、地味な話。話をしているんですけれど、まあ今日は特別バージョンでザ・ボーディーズが知っていてグリムスパンキーが知らないことを聞いてみたいと思います。ザ・ボーディーズが経験していて私たちが経験していないこと、それは武道館です。なるほどね。今度初めてやるんです。そうです。5月だね。はい、ということで今回のテーマは武道館についてお二人に聞いていきたいと思います。お願いします。お願いします。あ、武道館やるときって緊張しました、やっぱり一番最初。2回やらせてもらってるんだけど、はい、1回目は逆にね、実感がなくて、うん、やっぱ当時まだね、はい、俺らが初めてやった頃は、はい、今でこそいろんなアーティストがもうガンガン結構やってるイメージあるんだけど、あんまね、そんなにガンガンやってるっていうロックバンドがやってるっていうイメージもあんまなくて、で俺にとってはやっぱね、ビートルズが日本に来てロックンロールを伝えた場所ですから、ロックンロールの聖地っていう思いがあるので、やっぱもう雲の上の存在すぎて、なんか当日になるまで実感湧かなくて、俺らがここでやるっていう、だから緊張感も全くなくて、ただ
その日になったら、うん、スタッフも初めてのことだから、うん、でボーディーズって本当、はい、ボーディーズしかいない事務所だったから、はい、今ゴーゴーバニラズが一緒にやってるけど、はい、当時もうボーディーズしかいないし、うん、スタッフもみんな経験したことないから、うん、みんなそわそわしてる、うん、だからそれに緊張してきちゃって、わやばいわ、あそうか今日かみたいな感じで、で始まる瞬間うわもう行くよって言った時もスタッフが行ってこいみたいな、いつもと違うんだそんなこと言わないんだうちのスタッフ、背中バーンって叩く感じうわーと思ったら、ね、ジムがねもう泣いてたの、何もやってないんだ、それ見て俺もちょっと泣けてきて、うん、どうするどうする、いやもうとりあえず行っちゃえと思ったら、俺らにとって初の武道館だけど、うん、俺らをずっと応援してくれたお客さんにとっても初めての武道館みたいな感じがあって、多分なんかグリムのファンもそうだと思うんだよね、自分たちがこう愛して一緒に育ってきたバンドがここに立つっていう初のその親の気持ちみたいな、すっごい温かい空間になってて、緊張感どころか好きにやりなさいみたいに言ってもらえたような感じがして、素敵すぎる、そうもう終始温かい気持ちでやれてたね、優しい気持ちだったね、優しい気持ち、とにかく最高だった、うん、もうね空間がキラキラしてた、なんか楽しみだな、なんか楽しみになってきました、そうやって言っていただけるの、なんかね、でも始まる前に泣いてたんですか、ジム泣いてた、まだ何もしてねえのに、それはやばい、もうなんかね泣けてくんだよね、いろいろ考えると、そうそう、なんかこうステージに行くまでの道とか、うんうん、はい、でちょうどしかも俺らあの出る前に、はい、SE の前に、はいはい、その一番僕らが大好きなソニックスっていうバンドのシンデレラをかけたの、はいはい、それですごいお客さんが盛り上がってくれて、会場内 BGM ってことですか、そうそうそう、ソニックスがかかった瞬間にお客さんがうわーってなったの、俺らが伝えたくてずっとこんな最高の音楽あるんだよ、ソニックスを伝えたくて始めたバンドだったから、それが鳴った時にみんなが歓声上がった時に鳥肌立って、ね、でジム見たらもう泣いてるからでなんかジム泣いて、でロイもなんかもらい泣きしてて、で俺もウルウル来たんだけど、そんなさ前3人泣いてたらさ嫌じゃん、だからマーシー見るとマーシーヘラヘラしてるからスッと止まんだよね、だからもうお客さんから見たらお前相当冷たい男に感じてたかなあ、うん、じゃあ、武道館を2回やられてるお二人に質問です、はい、あるんです、こうやればもっと楽しめるよとかそういうワンポイントアドバイス、はいはい、はい、ね、これあのヒロトさん、はい、あのクロマニオンズヒロトさんから言われたんだけど、はい、もうヒロトさんもビートルズ大好き で、はい、でビートルズの武道館公演とかを見て、はいはいはい、ジョンはこうしてた、うんうんうん、でそれを自分もやってみようとか、そういう楽しみ方をするとなんかこう自分もここに立ってるっていう気持ちになれるよって言ってくれて、でこのタイミングでジョンはちょっとマイクスタンド下げたとかそういうのをちょっと一回、ビートルズ好きだからビートルズの映像を見て挑むとまたちょっと気合が入るんじゃないですか、面白いね、うん、ちょっとそれはいいアドバイスいただきましたね、はい、ありがとうございます。タックスマンさんは何かありますか。そうだね、まああのね、ライブではないんだけど、うん、武道館にね、あのコイン作れる自販機があるの、へえ、よくあんじゃん、お土産屋とかで、あれ温泉とかに、あれで自分でボーディーズって言って日にちやって、みんなでやったの4人で、最初の時結構テンション上がるよ、うん、やろやろ、うん、結束が高まる、やる、それやる、それ絶対やります、その4年後もまた作って、まだどっちも持ってんだけど、もちろんなんかね、いいよね、うん、あれいいよね、なんか可愛いバンドですね、可愛いの、可愛いのよ、可愛いもいけちゃう、可愛いのよ、うん、やりたいこと1個思いついた、はい、あの音は鳴らさないですけど、アンプとかって普通に使う分だけ置きました、 あのね持っためっちゃ置いた、あのさ、ジメンドリックスとかみたいにさ、あのマーシャルのスタックをさ、なんかさ高くしたやつを2個ぐらい置きたいんだけど、いや、そういうのやった方がいいよ、うん、はい、勉強になりました、ありがとうございます。じゃあ曲だな、はい、そろそろ、はい、いっぱい話したな、はい、うん、紹介をお願いいたします。はい、ね、この曲はですね、武道館1回目が終わって、うん、もう次の日に書いたっていう曲なんですね、すごい、休まずね、とにかくここで終わりじゃなくて、まだまだ転がり続けなきゃということで、うん、書いた楽曲です。いきましょうか、ボーディーズで Rock Me Baby。 お送りしたのはザ・ボーディーズで Rock Me Baby でした。 Welcome to Glen Spanky World Instant Nation。本日はザ・ボーディーズのロイさんとスマンさんと一緒にお送りしております、はい、メール紹介いきましょう、はい、FM 岩手でお聞きの
アイポンさん、アイポンさん、ありがとうございます。アイポン女性だよね、多分。そうね、多分、うん、女性だよね、うん、難しいな、うん、クリームの夫では、ちょっと違うかな、大丈夫、読みます、ね、違う、やってみよう、言ってみよう、今のでいいと思う。クリームのお二人は音楽を聴くときはレコード派と言っていますが、二人ともレコード世代ではないと思うのです。そんな二人がレコードに触れたきっかけとレコードの良さを教えてください。なぜ配信や CD ではないのでしょうか。またレコードで音楽を聴いてみたいのですが、レコードは CD ショップに売っているのでしょうか。いくらぐらいなんでしょうか。教えてください。ということ失礼だね。ちょっと失礼な感じになっちゃいますね。何やってんのカメちゃん。もう大体いつもなんかいろいろなんかなりきってるんですけど。はい、アイポンさん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。すいませんね、アイポンさん、ちょっとまああのレコードの話、ね、許してください。はい、はい、アイポンさんきっとね、お若い方だと思う、若い女の子な気がする、なんか読んだ限り。もうね、アイポンさん、あの安心してください、今日はもうレコードのもうマニア中のマニア、ロイさんがいらっしゃいますんで、お任せください。初めてレコードに興味を持ったのは何歳くらいでした。俺らはね、学生の頃こういうルーツミュージックに出会って、はいはいはい、で当時って聴きたい音楽、うん、CD でねこう再発されてないこともあって、レコードでしか聴けないじゃんみたいなこともあって、あ、はい、そっからとりあえずレコード聴くようになっていったんですよね。じゃあ中学高校ぐらい、あ、高校の終わりとかかな、はいはい、そう、それはもうバンドみんなで、バンドみんなで一緒にハマったから、それってすごいですよね。そう、まあ、常に一緒にいたから、もう帰り道ね CD ショップ行って、はいはい、なんだこれって見つけたら、もう次の日みんなに山々やって言って、そういう感じだった。そっからレコードに入ってったんだけど、はい、俺は個人的にはその、まあ今レコードマニアって言ってもらったんだけど、はい、レコードの中でもシングル版、はい、あのシングル版のマニアなんです、はい、でちょっといいですか、お時間よろしいですか。どうぞどうぞ。あのこれですね、あのちょっと長くなりますけども、熱いぞ、ロイさん。あのまず LP、 僕は当時ね60年代のソウルミュージック、はい、このレコードを集めてるんですけど、はい、LP いわばそのアルバムですよね、うんうんうん、アルバムを当時出せたアーティストっていうのは本当に一握りのスターだけなんです、うんうん、はいはい、じゃあそのソウルミュージック、うん、あの時代のものを楽しみたいってなった場合に LP、うん、アルバムしか聴いてないと、はい、それよりアルバム出せずにシングル版で終わってしまったシンガーがもう星の数ほどいるわけですよ。それを聴かないで終わるというのは、あ、結局ソウルミュージックの 30% ぐらいしか楽しめてないんじゃないか、はい、それもったいないでしょ。それはやっぱシングル版に限るということなんですね、はい、そこから僕はシングル版に入ってた、はい、もうロイさんのいろんなあの SNS を見ていただけると分かるように、うん、そうだね、ジャケットもないシングル、うん、めちゃくちゃ上げていますね。だからあの皆さん、あのそのソウルのちょっとマニアックなやつ知りたいと思ったら、もうロイさんの SNS に行けばいろいろ教えてくれるっていう、ね、最高の先生ですよ。そう、あとね、はい、あとね、うん、はい、いい、はい、やっぱ欲しいレコードとかこう見つけたりとか、はいはい、自分でレコード屋さんに行って、うん、もう知らないレコードがいっぱいあるわけですよ、はい、それでも未だに、はい、で視聴するわけですよ、はい、かっこいい、あ、いいな、いいな、でそれを手にして持って帰る、うん、この自分で見つけて買って喜ぶ、そして、はい、ずっと見つけたいけど、うん、見つかんないものとかもあるんですよ、はい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 、10年探してもなかなか見つかんないものとか、はい、それが手に入る、うん、この喜びっていうのが僕は大事だと思っていて、うん、例えば今もうクリック一つで音楽手に入る時代だと思うんです、はい、でもクリック一つで手に入った音楽っていうのはクリック一つで削除すること簡単だと思うんですけど、はいはいはい、何年も探して手に入れたものとか、うん、自分で探しに行って見つけたものって、うん、ゴミ箱に捨てれるかって言ったら絶対捨てれないと思うんです、うんうん、同じ音楽の愛し方でもそれだけ愛着が湧いたりとか、うんうんうん、それによって音楽の愛し方って変わってくるんですよ、はい、だから私はこのレコードを手にする喜び、これを感じていただきたいんです。はい、熱いですね。なんかもうちょっともうジャパネット高田みたいになってきましたね。あのね、あのうちの母親がもうの近所なんですよ、生まれが、はいはいはい、高田さんと、はい、その高田イズム入ってるんですよ私、はい、いやすごい、あのここにね、レコードで音楽聴いてみたいんですけれど、まあ、なんで CD や配信ではないのでしょうかっていう質問なんだけど、結構そこ大きいですよね、満たされる、うん、その所有欲を満たされるのとか、うん、あとその探し求めてやっと手に入ったその喜びっていうものもすごいありますし、うん、 あとやっぱこう音もなんかレコードで聞くと流せない、集中する感じがある、
左から右へこう音を流せない、うん、ちゃんとこう音が体に入ってくる感じがなんかして私はすごい好きです。実際にね音も比べるとやっぱ温かみがありますし、まあそのね周波数的なところで言うとやっぱ CD ではこう収められきれないところがやっぱレコードにあるので、あの研究としてこう何時間もずっと聴き続けられるのは CD とレコードだとレコードだって言われてた。そうなんですね。そうだからやっぱそのなんだろうな、感覚でしか分かんないその温かみみたいなものってやっぱすごい重要なんですよね。そうですね。ということでアイポンさん、あのレコードは簡単に手に入りますし、レコードプレイヤーもあのいろいろ売ってます。今ね、あの若い人がレコード買い出したからいろんなものが出ていますので、はい、簡単なやつもありますので、別にスピーカーとかちゃんとやれなくても、あの持ち運びできる、レコードポータブルレコードプレイヤーもあるので、ぜひ、レコードの世界へ。そう、ね、はい、レコード屋さんの店員さんって実はこう若い人に喋りかけられたら嬉しいもんだもん ね、 ね、興味持ってもらえるっていうのは嬉しいことだから、うん、何でも聞いたらいいと思う、何でも主張したらいいと思う、今僕らあのアイポンさんを若い女の子の体で言ってるけど、はい、あの俺らより年上かもしれないですけど、まあ、すいません、うん、でもそのレコードっていうことに関しては、ね、はい、ちょっと僕たちの先輩だったんで、先輩なんで、はい、そうね、はい、すいません、はい、ということでアイボンさんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。いやもうね、ハマったら沼なんで、本当ですね、気をつけてください、ね、いや本当貴重な話を聞けたね、あのボーディーズのお二人から、はい、楽しかったですよ、はい、うん、いやでも結構長々と喋っちゃって、ね、全部は多分使えないかと思うんですけど、いいんですよ、すごく楽しかったです。ありがとうございます。それだけは伝えていただければ、ありがとうございます。ありがとうございます。という感じでね、もう今週もねお時間です、はい、あのせっかく来ていただいたのでですね、あのボーディーズから、お知らせあのよろしくお願いします、はい、そうですね、ボーディーズ4月の18日、に初のベストアルバム This is the best リリースでございます。イエイ。そして、5年ぶりの全国47都道府県ツアーが決定しております。詳しくはもうボーディーズのオフィシャルホームページで、日程を見てください。よろしくお願いします。ぜひ皆さんボーディーズのライブそして、ベストを買ってください。お願いします。では、本日のラストナンバーいきたいと思うんですが、あこれももちろんそうですね、ザ・ボーディーズの曲なんですけど、多分ベスト版出して集大成という楽曲をするとそこでなんかこう止まってしまうような気がしたので、うん、俺たちはまだいけるぞと、まだ引き出しまだあんのかお前ら引き出しっていうようなことを、まあデビュー10周年でさらに見せつけたいなと思いまして、はい、さらに先に転がりたいという新しい一面を、はい、この楽曲に込めました。かっこいい。はい、じゃあ今日のラストナンバー、はい、曲紹介お願いします。紹介ザボーディーズ Feeling Free。Glim Spanky Radio Instant Nation。Glim Spanky Radio Instant Nation。エンディングのお時間です。はい、ボーディーズかっこいいですね。かっこいい。新曲もかっこいいですね。かっこいい。なんかね、疾走感のあるかっこいいロックな感じをすごい感じて、ボーディーズも進化してるなと思いましたので、はい、僕らもね、あの負けないようにそうですね、あの頑張ろうかなという気持ちです、ね、かっこいいよね。こうルーツミュージックは本当に詳しいし、そういうものをちゃんと自分の表現にしてさらに新しいものを生んでいるボーディーズは本当に頼もしい、日本のロックシーンをね引っ張っていってくれる先輩ですね、うん、ちょっとここでグリムスパンキーからお知らせ。グリムのお知らせもしよう、はい、うん、いろいろあるから、はい、5月9日水曜日に、フォースシングル「オール・オブ・アース」をリリースします。リードトラック「オール・オブ・アース」はテレビ朝日系木曜ミステリー「警視庁捜査一課長」シーズン3の書き下ろし主題歌となっています。そしてカップリングにはですね、三越伊勢丹グループで開催されました2018花々祭ワールドフラワーズ花を愛する人々という、春のお祭りですね、それのキャンペーンオリジナルソング書き下ろしましたザ・フラワーズも収録されています、はい、あとは NHK で、放送 J メロっていうね、音楽番組があるんですけど、それの、テーマソングも書き下ろししています、はい、3曲入っておりますので、はい、ぜひ皆さん聞いてください。そしてアートワークもめっちゃこだわってるので、いやもう今回やばいっすよ。はい、超いい衣装もあの古着屋さんを巡って探してきた自分で買ったやつなのでぜひ皆さんお願いします。そして5月12日土曜日にはグリムスパンキーライブアート日本武道館も決まっております。皆さんもぜひ遊びに来てください、はい、そして、春のフェスも決まっております。4月29日、宮城県荒垣ロックフェス、遊びに来てください。ください、はい、今日はこんなところですかね。はい、はい、お相手はグリムスパンキーギターの谷本博樹とギターボーカルの松尾レミでした。また来週。